北畑秋祭り火おこしを行うことできることに対して本当に深く皆様方にまた協力者に感謝申し上げます。まずもちまして今年の集中豪雨強風災害の被災を受けた方々のお見舞いを衷心より申し上げます。被災に遭った方々のお悔やみ方々ねぶたを持っていきましょうということになって屋久島にお邪魔した時にこの火起こしにあったのがここに火起こしを実施するきっかけとなりました。一つ播磨洋子さんの司会の中で皆さん大いに楽しみ最後の最後まで楽しんでそして出店の皆さんが皆さんを招待するということで美味しい料理を作ってきておるそうです。皆さん大いに食べて飲んで楽しんでください。よろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。一戸義政北畑祭り実行委員長より皆様にご挨拶申し上げました。我は道の区一円を治める北畠顕家公扮する青森市長小野寺昭彦でござる。皆の衆波岡秋祭り火起こし出陣じゃ、よろしくお願いいたします。似合いますか。6回目になります波岡北畠秋祭り火起こし開催誠におめでとうございます。先ほどご挨拶された一戸波岡北畠祭り実行委員長はじめ皆様にはこのように盛大なお祭りとして夏祭りから始まりここまでご尽力いただいたこと心から感謝を申し上げます。先ほどご案内あった鹿児島県屋久島町には私もこの夏ねぶたを連れてそして一戸実行委員長また長谷川議長そしてねぶた会小路会の皆様など多数でお邪魔をさせていただきました。屋久島町役場の開設祝いということでございましたがこの火祭りを通じて屋久島とのつながりが脈々と息づいていることを肌身に感じてまいりました。今日はこの後火起こしの無事を祈り安倍宮司お導きのもとお水取りの儀を務めてまいります。またこの後の火起こしには青森を拠点とするサッカーチームラインメール青森 FC の選手たちも火起こしの助っ人に駆けつけてくださいます。どうか火起こしでございますので皆様のお力がなければそうは言っても火はつきません。どうか皆様お力をお貸しいただいて今年も盛大に火の手が上がりこの町の豊作祈願となりますようよろしくお願いしたいと思います。結びに会場の皆様のますますのご健康ご活躍をお祈りして祝辞とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。今日はシーズン中お忙しいにもかかわらずサッカーチームラインメール青森 FC の選手の皆さんが火起こしの引き手として駆けつけていただきました。ありがとうございます。普段フィールドを駆け抜けている選手の皆さんに今夜はその力を十分に発揮していただきましてロープを引いていただきます。ラインメール青森 FC は日本フットボールリーグに所属するサッカークラブで選手の皆さんは2020年の J3 昇格を目指しリーグを戦っている最中です。シーズンはまだまだ続きます。会場の皆さんぜひ
試合会場に足を運んでください。声援を送ってください。さあ、それでは選手を代表しまして佐藤光陽選手からご挨拶いただきます。皆さんこんばんは。僕たちは、青森市を拠点とし活動させてもらっています。ライメール青森 FC と言います。今回は、北畑秋祭りに参加させていただきありがとうございます。この後、僕たちも火起こしに参加させていただきますので皆さんと一緒に、楽しみたいなと思っております。皆さんぜひ、試合会場に足を運んでいただいて僕たちのことを応援してください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。サッカーチームラインメール青森 FC の選手の皆さんでした。この後は火起こしの儀に参加していただきます。それでは儀式に入ります前に津軽市からおいでいただきました七面山道円寺住職の飛鳥源流様より中世の津軽で大きな勢力を誇った浪岡北畑氏と十三港安藤氏の歴史についてお話をいただきます。ただいまご紹介いただきました津軽市、木造りの道円寺というお寺の今24代目になったばかりの住職でございます飛鳥と申します。よろしくお願いいたします。浪岡のこの北畑と13の安藤一族安藤水軍と呼び言われてますが今の総理大臣の安倍家安倍一族ももともとその安藤の一族でございます。そしてこの内陸にございます浪岡にいろんなものが発掘されたり出てくるものが遠くは東南アジアですとか、場合によってはアイヌを通じまして北の方の民族の方々のものも出てくる。非常に珍しい地域でございます。で、年寄りって言い方は良くないですけどお年寄りの方々からよく聞きますと、もともとは安藤の一族とこの北畑の一族がご縁があって、だからこそここの地域が栄え、文化文明風習がどちらかというと中央よりいわゆるこの辺ではないようなものが栄えてきた。で、特にその私が住んでおります津軽市という地域は、その当時は本当に何もないような場所だった。安藤との13個地域そこで栄えていた海の民、そして内陸において高貴な出の生まれの北畑一族との間での交流、それによってその周辺地域岩木川流域地域が栄えていったという、そういう本当にご恩のある地域がこの西北地域においてご恩のある地域がこの浪岡だということで、いろいろな説がたくさんございます中でやはり全ての文化文明のこの津軽地域一帯の発祥はどうやらこの北畑そして安藤から派生していったものというふうに、伺っております。争いではなく友好と交流で栄えた地域でございます。昔はアイヌがいるとその土地を奪うために殺したりさまざまな争いをしました。しかしながらこの浪岡という地域は交流し仲良くなってその文化をどんどん取り入れて発展した地域でございます。お祭りは友好と交流の象徴であります。今後もこの中世のロマンがあふれます浪岡の地におきまして末永くこのお祭りが開催されることをお祈り申し上げまして本日のご挨拶と解説していただきます。おめでとうございます。それではまず合水の儀を始めさせていただきます。各桶に入った十和田霊泉水美人川聖水をステージで中央に置いた桶に移し移した桶を祭壇に置きます。それでは宝刀を持った岩崎商工会副会長を筆頭に発表に入した青森公立大学の三鷹俊也さん加福浩樹さん北畑昭家長に扮した小野寺市長北畑昭成長に扮しております一戸実行委員長その後に合水された桶を持っております赤石青年部長の順に矢村
岩崎副会長より報道を小野寺市長へ、小野寺市長から一戸実行委員長の順にお渡しし、祭壇へ奉納いたしました。